はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日やっていくテーマはこちらということになるんですが、全身を映す鏡ということになるんですね。はい、まあ要するに、鏡を要するに用いたいんですけれども、自分の要するに全身を映さなければなりません。まあなんでとか考えないね、とりあえず全身を映さなきゃダメなの。はい、とにかく全身を映さないとダメっていうことですね。はい、これよく出てくるんで、まあ、覚え方は簡単です。身長の半分用意してください。はい。いつか身長の半分用意してください。はい。2メートルだったら1メートル。はい。4メートルの身長だったら2メートルと。いうふうな感じになりますよ。ということですね。まあ、どのくらいなんですか？中学生の平均身長どのくらいですか？はい。まあ、何でもいいんですけど、自分の身長割る2、つまりその人の身長割る2をすれば、必ず全身を映すことができますよ。と。いうことになります。では、問題になってくるのはどこですかということになるんですが、まずポイントになってくるのは、この人が要するに20メートルの要するに身長だとしましょう。はい。ということですね。まあ、ダイバーシティにちょっとね、最近配慮してるんでね、まあ、20メートルの巨人がいてもいいじゃないかっていうことですね。はい。当然のことが人間とは、要するに、進撃の巨人の巨人とは、その、同じね、人間ですので、ね、ダイバーシティの観点から、平等に扱ってあげましょう、ということになりますね。20メートルの巨人の人が要するにですね、自分の鏡見て、今日俺イケメンかなっていうのを確認したいとき、何メートルの鏡を用意すればいいですかって話なんですけど、10メートルの鏡を用意してください。はい、20の半分ということなんで、10メートルということになるわけですね。で、問題になってくるのはどこかっていう話になってくるんですけど、目のところから半分の要するにところになります。で、これ重要になってくるのは、反対側に、いいですか、反対側、こちら側の人とは反対側の人と同じ、大きさの人を用意してください。そうするとわかります。はい。で、距離は同じ距離で置いてあげてください。そうすると目から中心にですね、この鏡とこうやると、ちょうど半分の長さにした時に、全身が見ることができますよと。ということになるわけですね。まあ、要するにポイントになってくるのは、まあ、ごちゃごちゃ説明しましたが、一言で言うとこうなんです。全身を映す鏡を要するに見たかったら、自分の身長の半分用意してこいって話です。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。